カキンゲームズ。ハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、こちらもうご存知だと思いますが、私ヒカキンついに、モンスターストライクモンストのモンスターになることができました。ありがとうございます。ナンバー1801、化け猫将軍ヒカキン、これはね進化5でございます。アジン族ね、僕が今まで愛してきたミントとのコラボっていうね、すごい嬉しいコラボです。で、この進化後のイラストは源頼朝がモチーフになっています。源頼朝もね、こうやってなんか狐に操られてるんですよ、紐で。それが僕はミント版とで、化け猫将軍って書いてあるんですけど、僕全然将軍じゃないんですけど、源頼朝がモチーフになってるんで、そういう意味だそうです。で、ボール絵がですねこんな感じ、ほらって感じで、で、今ですね、ラックをご覧ください。97。で、もうあとね、9時間くらいで、一旦終わっちゃうので、今回、運極にしに行きたいと思います。多分ね、2匹くらい落ちるんですよ。僕、運極のイザナミ連れていくと多分2匹は落ちるんで、いけると思います。ただ、これ運極1体と、あと3体くらい取って、ヒカキン4匹パーティーとかもやりたいんで、またこの後も回ろうと思ってるんですが、まずは運極になる瞬間を収めようと思って撮ってます。で、ステータスがですね、こんな感じ。HP 19849、攻撃力14324、スピード 219.87。で、これタスも入れて、ゲージも成功するとね、攻撃も、まあまあ、いいんですよね。降臨キャラにしては、いいんじゃないですかね。で、水属性耐性の、ゲージアンチダメージウォール。バランス型ですね。で、ストライクショット。ビンブンハローストライクショットー。ターン21。触れた最初の敵で爆発し、周囲の敵を巻き込み大ダメージ。友情コンボ、ホライゾンレーザー L。これですね、横にビューンって2本出るやつで、結構攻撃力が強いんですよね。14774と。ってな感じでございます。で、実はですね、もう1回だけ、降臨するんですよ。確か2月6日土曜日のお昼12時から夜中の12時までの、12時間ですね。で、究極クエストにしてはね、結構周回しやすいし、ドロー率もね、みんな悪くないですねって言ってくれてるので、もしよければ、運極とか、運極いない方、初運極にぜひ。それでは行きます。はい、こちらのパーティーで行きます。 GO! 首こうなってるんですね。こう、そう、こうじゃなくて、こう、こうです。さあ、行きますよ。はい。最初ね、めっちゃこうクールに出てきてますよ、こうやって。そう、この頃と比べてちょっと太っちゃってんですけどね。まあ、それはいいとして行きます。アリスがね、周回しやすいです。で、ギルガメッシュが何より早いんですよ。そう、僕も以前、たまたま当たってたので、これは助かりましたね。そう、ギルガメッシュで自分をザックザクにしていくっていうね。で、結構こう、ツイッターでも、本当にたくさんの方がこう、運極できましたっていう風に、僕に知らせてくださってですね。その中でも面白かったのが、ちょっとね、悲しかったんですけど、カムイで真っ二つにしましたって、僕が、クワッつって真っ二つになってる画像がね、一日に十何枚ぐらい送られてきましたね。あと毒でじわじわやっつけましたとかね。ひどい話でね。でも周回していただけて嬉しい限りですね。で、この辺でなんか反撃モードになるんですよね。チュイーンとか言って、ほらちょっとスーパーサイヤ人化してるんですよ。嬉しいな、これ。現実じゃできないからな、これ。はい、おお、ほら反撃してるけどね。僕のクエストはこうあんまり強くないんですよね、攻撃力が。ただなんかいろんなギミックが出てきて、そこがちょっと複雑って感じで。はい、ギルガメッシュで真っ二つ。あれ、あれなんかちょっと今うまくいかなかったな。で、これでシュバシュバシュバってかっこいいんだけどね、これ。そう、僕もストライクショットのねボイスとかは撮ったんですけど、それはただもう声だけ自分とかで決めて撮っただけで、当日まで本当にクエストのことは何も知らされてなかったんでまあキャラの強さとかも、だからまあめちゃくちゃ弱いわけじゃなくて嬉しかったですそう、だからミントだから遅延なのかなとか考えたんですけど、爆発ストライクショットで、ヒ
光ムラサメとかと一緒なんですよね。それも僕自身が好きだったんで嬉しかったですね。最後ほらよし自らを切り裂きました。はい、突破で、ね、もうすぐボスなんだよね。バトル3でもボスで、マルチでギルガメッシュとウォッカとかで行ったらもう一瞬で終わりますね。はい、これ多分もう吹き飛ぶよ、ほらギルガメッシュだと一発ですね。はい、バーイって言ってるんですよよく聞かないと分かんないですけど、バーイ。はい、アリスで、で、地雷とかもそんなに強くないですよね。あ、たまたま食らわなかった。んで、こうかな。はい、うん、いけ。あー、で、僕のクエストはこういう感じなんですけど、村井さんのクエストは村井さんが強いんですよ、めっちゃ攻撃力が。そう、結構やられましたね、僕さあ、緑ゲージですね、ここ。お、ギルガメッシュがいい位置だけど、弱点がちょっといい位置じゃないんだよね。あ、てか、アリスか。こういきますかね。ほら！いけ！そう、ワープがね、結構来るんですよね。だから、龍馬がちょっと動きづらい時があるんですけど、イザナミはだから良かったっすね。アリスに当てたいな、これ。ほら！あで、ギルガさんで、あ、これいいね、これいったね。ふいっ、よし、バーイ、バーイさて、そして龍馬でこういきますか。はい、あー、入っちまった。あー、よし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 。で、アリス、これイザナミ2体でもいいかもね、フレンドさんも。ワープがちょっとこれアリス厳しいね。てか、ウォッカが良かったんですよ、本当は。アンチワープでホーミングの。今、フレンドさんにいなかったんで、ちょっとアリス、今まで使ってなかったんで、ちょっと微妙だったかも。はい。アリスに当たらない。ちょっとね、運極にする回で冴えてないっていう。いくぞ！よし、オッケー。さあ、もうこれはもうね、ズタボロにして終わります。そう、ここね、重力バリア張っててね、立ち悪いんですよ、自分。これは、立て感しときますか。はい。柔らかい。非常に柔らかい。あー、そっか、アリスここあれだもんね。一個前とかで使っちゃってもいいんだもんな。まあ、イザナミ拾っときますかね。ほら。はい。で、ここ、あ、やった！あ、ここで挽回できる。ここね、多分いけるかな。この僕の今の弱点とこの猫ちゃんの間が入ると一発で倒せるんで、いけ！今聞こえましたかね。ちょっといつも僕もイエーイとか言って聞こえてないんですけど、実はミントの呪いだーって言ってるんですよ。もう一度お聞きください、どうぞ。ミントの呪いだ。はい、さあ、2匹落ちるのか。ゴー、頼むぞ。自分運極、よし、よしよかった。いや、もう明け方なんですけどね、頑張ってよかったわ。ゴドロ、これで2体で運極で、残りさらに3体これで余るのかな。で、進化前とかもね、取っておきたいのでね、記念に。もうちょっと回ろうと思います。さあ、合成するぞ。いや、いいねー。5匹、5匹。5匹、5匹。スクショしておこうか。ふっ！オッケー。いきます！嬉しいな、これ。せーの、合成開始！はい！ふー、来たぞ！いきますよ。
いや今後ねこれ使って結構いろんなチャレンジしたいですね。あのアバロンに連れていくとかね無謀なチャレンジしたいと思います。ただあの山竹とか毘沙門天はあの全然連れていけると思うので運枠としても使っていきたいと思います。皆さんももしよければ、こちらの期間に、もう一度降臨しますのでよろしければぜひ運極目指してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方はこの動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますのでぜひぜひよろしくお願いします。その他私ヒカキンの LINE 公式アカウント、 Twitter、ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますのでぜひぜひ友達登録フォローなどお待ちしております。バイ。